はい、こんにちは、ちゃちゃちゃです。今回はマムタロトの調査が進んでいない状態と進んだ後の状態のクエスト進行の変化をご覧いただきたいなと思います。ちなみにこちらはマムタロトの達成度17、達成度がマックスの場合の報酬です。大人数でマムタロトに挑戦すると達成度が稼ぎやすくなり、ランク8が出やすい金枠がよく出るようになります。長くなると思いますが、ぜひ最後までお付き合いをよろしくお願いします。それでは調査が進んでいない状態のマムタロトとの対戦になります。調査が進んでいないのでシルベムシが反応しません。まずはマムタロトを探すところからスタートです。いました、マムタロト。優雅に歩いてます。それでは攻撃を仕掛けていきます。ただこの状態のマムタロト、金属をまとっているので非常に肉質が硬いです。弱点特攻が効きません。ただこの金属の部分には雷属性が非常に効くと公式の放送でディレクターの方がおっしゃっていらっしゃったので、今回は雷属性の弓でやってきました。このように道中に落ちている痕跡を拾いつつマムタロトに攻撃を仕掛けていきます。予想ですが、一定ダメージ以上を与えるとマムタロトは次のエリアに移動するみたいです。そしてここに、はい、ギミック1500のダメージを与えることができます。いいよ。近接武器の方はこれはないか近接武器の方はスリンガーなどで破壊してギミックを利用し大ダメージを与えていきます。そしてマムタロト地中に逃げました。また別のところから現れるので探すところからスタートです。いました。非常に硬いですね。ここはちょっと柔らかいのかな、はい、落石。また移動。一定ダメージを与えることができたのでマムタロトが広いエリアに移動しました。ここからは普通の戦闘になります。マムタロト状態異常は全体的に効きます。私が確認が取れているのが麻痺と睡眠とあと毒ですね。よっ、とりあえず麻痺を取れました。それでは接撃に切り替えて攻撃を与えていきます。よっ、これは危ない。肉質が柔らかくなりましたね。なんか しましたとはいえ硬いな。なんかしたとはいえ硬いの。これやっぱり胸の部分の肉質以外は硬いみたいですね。ただこの胸の部分、もしかしたら本体扱いで氷属性であれば結構ダメージを与えられるかもしれないですね。すごいな属性って強い。移動です。暑いとこです。ここではクーラードリンクが必須になります。またここに見えますか、ギミックがあります。来るかな。落石を誘発することができるのでこちらに来ていただきたいんですが、来たかな、来たな。あれです、あのイボイボです。ああ報いてたこっちこっち来ないですね。
ここに落石がなんと2個も固まってるので、これはぜひとも当てていきたいとこです。お、来たか。お、はい、行きました。1個目の落石、よっと。よっ、いけますかね、もう1個。ダウンの起き上がりにもう1落石です。ダメージ量も1500と非常に大きいんですが、何よりもこのようにダウンが取れるのがいいですよね。まずいですよ。痛い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 。おお、やっとです。やっと解き放たれました。長かったなー。ということで、私は一旦ファストトラベルでキャンプに戻り、氷属性の弓に持ち帰ってきました。氷の方が非常に効くと公式の生放送で聞いてたので持ち帰ってきました。よいしょ。爆弾を頭に置きます。もう一回攻め入んないかな、無理かな。よし、あ、来た来た。これ恐ろしい。地獄の効果で燃え尽きるものなり。あ、ゼロだ。よっと。ダメージはね、与えてるんですけど、角に当てられてません。お、今だ、今しかない。よっと、遠いな。よし、腕動き自体は慣れればそこまで。あー、立ち去られました。このように一生懸命戦ったとしても調査が進んでいない状態だと立ち去られてしまいます。ただ失敗ではないんですけどね。24分52秒、追跡ポイントも上がりましたので、次は勝てそうです。ということで、追跡ポイントがある状態でマム太郎と今度こそ大津の追っていきたいと思います。いました。さあ行きます。うん、与えてるダメージが増えてる感じはしませんね。破壊のしやすさだけ上がってるのかな。お、もう方向移動が早い。見つけてすぐに移動、調査が進んでいる証拠ですね。調査が進んでいると本当にすぐに移動してくれるのがいいですね。あそこのギミック使いたいな。使えないかな。尻尾破壊。16人で来ると達成度が稼ぎやすくなって、報酬がかなり美味しくなるみたいです。よっ、あの吐いた後はダメージが入んないみたいですね。入ってる最中や、吐いた後は熱い熱い。細切れに回復。あ、お疲れ様です。角が折れました。
先ほどは24分かかりましたが、今回は10分程度で角を折ることができました。やはり調査が大切だってことですね。お、落とし物から弾が。そしてこの大角は2本それぞれ2回ずつ、つまり計4回剥げます。ここから、まあ、素材も剥げるんですけども、このように鑑定武器も入手することができますので、忘れずに角も剥いでいきましょう。あと落とし物から鱗なども入手が可能なんで、落とし物もなるべく拾っていきましょう。マムザルと撃退しかないってことは、やっぱり G級あるんですかね。9分41秒10分切りました。このように調査が非常に大切だということがわかります。1回でクリアできたりもするのかな。はい、ということで今回は以上です。わかる範囲で簡単に解説させていただきました。皆さんもこれは知っといた方がいいよみたいなことがありましたら、コメントでお寄せいただければなと思います。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。また撮影にご協力いただきました視聴者の皆さん、誠にありがとうございます。またぜひよろしくお願いします。またねー。